こんにちは佐々木です本日はラクマ配送方法へのやり方の質問です。商品の必要な箱や必要な台紙は全てもらえますかというテーマについてお伝えします。それでは、早速行きましょう。はいえー、この動画、視聴者様から質問が来ましたので、ぜひね、このラクマの発送方法ですね、えー、これをです、ね、説明させていただきます。はいえーっとですね、まずですね、えー、元箱用商品なんですけど、これはですね、あのーまあ、単純に言ってしまうと、全て自分でね、あのー 準備して持って行ってくださいっていうのがもう答えなんですよ。で、あの、方法はですね、例えばコンビニに行って、まあコンビニってね、すぐ発送したいって一つだけあるんですけど、これはですね、あの例えば、例えばですね、コンビニに段ボールとまあ新聞紙をね、まあくれれば、もらえればね、あのそこで梱包して、で、あの、発送することできるんですけど、もう一つはですね、あの、 これはですね、あの封筒ですね封筒、例えば U パケットで商品を送る場合は、ですね、封筒を購入して、公務員の人にのり、まあ、とかね、セロハンテープをまあ、もらって、で、あの、まあ、たフ,ァイマファイマーとかね、あと、ローソンでしたら、まあ、機械でね、操作して、で、あの、レシート出しますよね、それで発送することできるんですけど、まあ、この方法だったら、あの、そのまま準備しないでできます。 まあ普通に単純に言ってしまうと、やっぱりあの自分で準備して持って行っていただいた方が無難ですよね。はいまあ、そのように考えていただければいいかと思います。あと、ですねえっ、ー、と発送処理なんです。これはです、ね、一切いらないですね。でスマホさえ持っていれば、あのスマホで例えばまあえー、例えば U パケットでやるとしたら、ローソンに持っていくのか、郵便局ですね、持って、どちらでもできます。で スマホがないと一切できないので、ぜひねあのスマホだ、スマホだけは必要なので、持っていっていただけて、ね、いいかと思います。はい。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマネル、失礼します。ニックネームかスタンプお願いします。あと、YouTube が質問で一切受け付けてません。LINE アット登録後によろしくお願いします。本日は、最後まで見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。 ありがとうございました。